鳩吹山は岐阜県蟹市の西端にある標高313メートルの山。地元住民に里山として親しまれている。そのすぐ北側には木曽川が流れている。北斜面は急勾配の岩壁が多く、その岩の上からは日本ライン下りの観光線を見下ろすことができる。東側には木曽川の支流の蟹川が流れている。 山頂には山等三角点と休憩用のテーブルとベンチがなどあり、北側の展望がある、平らな広い山頂は、ハイカーの絶好の休憩地となっている。その山頂からは、美の鹿モ市街地や、白山、北アルプス、御嶽山、中央アルプス、江那山などの遠方の山々を見渡すことができる。最寄りの駅は、名鉄広見線の蟹川駅である。 鳩吹山頂上から望む木曽川と御岳山の有形河西が遊歩道や休憩車などの施設を整備し、四季を通じて地元のハイカーが利用している。石原口及び新前寺口の登山口付近には東海自然歩道が通っている。登山道を含む山一帯ではガスバーナーなどの柿使用は禁止されている。西山休憩車付近からは南西方向へ津賀尾山を経て、 着工院まで登山道が伸びていて、その西側は東海自然歩道になっている。西山の西側の愛知県犬山市の山域には多くのコースからなるクリス遊歩道がある。山腹にはシデコブシの自生地があり、遊歩道周辺には日陰ツツジ、蜜葉ツツジ、山桜、山ツ辻ジ、少女バカマ、スミレなどが自生している。 鳩吹山の片栗群生地片栗口日だ木曽川国定公園内の蟹川下流域自然公園には片栗の群生地がある。この群生地で2012年から片栗祭りが開催されている駐車場とトイレがある。駐車場とトイレがある。鳩吹山からの望む遠方の山々山,山,山頂にはコミュニティ放送局である FM ラインウェーブの送信書が置かれている。ABC 基準点成果等を閲覧サービス。国土地理院。2011年3月13日閲覧。鳩吹山遊歩道か児し観光協会。2011年3月13日閲覧。例年3月下旬頃に見ごろを迎え、観光の名所となっている。この花の時期に合わせて、鉄道会社によるハイキングのイベントが開催されている。第一回片栗祭り。か児し観光協会。 2011年4月3日閲覧。海底版愛知県の山々と警告者。2010年2月。ISBN 978から4から635023726報道発表資料。ガニ氏に解説するコミュニティ放送局の予備。免許総務省東海総合通信局2012年6月14日。報道発表資料。ガニ氏に解説するコミュニティ放送局の免許総務省。 東海総合通信局2012年7月18日。ありがとうございます。